助けを。厄介事か。人に見られてはなりません。糸と申します。森に囚われてるんです。他の人も私の兄も里に返してくれません。どういうことだ、その森とは。周りを見て、全て善信という僧の信者、皆善信に乗せられて猛虎に仕えています。僧が猛虎に寝返っただと。ここは変です。皆が傀儡のようで、私は従ってるように見せてますが。ここから出してやろう、お主も他の者も。よかった。ですが森を殺さないでください。善信の言葉にただ操られてるだけなんです。いいだろう。では信者だと偽り、寺のうちから他の者を探してみよう。教えは奉公に宿るという言葉がお役に立つかも。間もなく善信が森に降釈するはず。この道を行けば人に見られず聞けるかと。さあ立ってください、今のうちに。大高族に仕える僧か、直ちに明らかにせねば。どの森も満足そうな顔をしておるが、本心なのか。もうこのものだ。この寺を足場にして南を攻めるつもりだろう。奴が前進。まず大高様はわしに夢を見せた。侍の襲来によって苦しめられるために、腹を空かせ血を吐いながら救いを求めるために。夢だと？大高の毒を飲んだのだろうか。しかし新たな道もお示しくださった。大高族に仕えれば抱えきれぬほどの福を得られるのだと。今宵ご一族が恐怖を安らぎに変えてくださる。さあ膳を備えよ。大高族は今宵来る。その前に皆を救い出さねば。信者を装い寺に入り、捕虜の居所を突き止めよう。そこもと、何か手助けすることはあるか。頼むよ。ここにある食い物をカゴの中に詰めてもらえないかね。善信様の語る幻影は日を追うごとに無垢になってる。
大高族が来たらどうなっちまうんだろう。善信様を信じな。教えは奉公に宿るってんなら励むしかない。いやあ、腹からよ。手際が悪かったね。王山の番頭だ。美男はそういうもんさ。侍から身内を救ってもらって以来、善信様にお仕えしてる。なぜこの寺に参られた。糸という娘から善信様のお言葉を聞いたのだ。よろしければ捕虜の番をしよう。あの者らは捕虜にあらず、苦しみにより心を失ったまでだ。本来は教えの意を悟るまでとどめるが、そなたには不要とお見受けする。そして直に息の皆も悟るだろう。大高様は我らの人力をお認めくださった。今宵ここに入りきらぬほどの褒美を携えて寺に出でますそうだ。ここを足場にしてお言葉を広められよう。息の端から息の外へも。まさに夢のようだ。さて今は急ぎ仕上げに取り掛からねば。さあこちらへ。手を借りたい森の者がおれば助けてやりなさい。ありがたい。よく励もう。何故あがく。この者らは下るのだ。己の未来よ。善信様のお食事です。お運びいたしましょうか。置いておけ。今宵の支度をしていらっしゃる。妹は善信様に殺されないだろうか。どうしてそう思うんだ。善信様は恐怖に歪んだ顔で誰かいるかのように一人話してんだ。どこか悪いのかも。大高の幻。夜でない。そうか、奉公をと思ったのだが。中の奴らに飯を持ってきたよ。入ることはできんか。出ることも。この小屋怪しいな。扉が開いたら逃げるよ。バンがいるぞ。バカを言うんじゃない。ここから出たければ教えに従うしかないんだ。ここか。今逃がせば血が流れる。人目がなくなる時まで待つか。話すことはできません。苦しみに打ち勝たなくては。いたわしい。
離れてください。まだ苦しみの中にいます。苦しみに抗っているゆえ口を聞けません。あんた見ない顔だね。森は私が決めるんだけど。寺の番に手を貸すよう頼まれた。善信様の教えを学びたい。さらば私らの腹からだね。善信様の教えに従えば安らぎを得られるよ。そうであろう。なれども他の腹からはどうだ。教えを説くためよその者を誘ったとか。そうさ、苦しみから救ってやるんだ。その者らはどこだ。森が近づけないところさ。そこでは百姓の女子も戦に慣れた男も皆教えに従うようになる。ではよく働け、腹からよ。十分に探った。逃がすべき時を見定めよう。おい、新参だな。こっちに寄ってけ。腹からよ。しばし休んでもよいか。こいこい。だが酒を飲みたいってんならどっかから持ってきな。どうしてみんな寺に来ないのかね。大高が来てくれれば誰一人飯の苦労をしなくて済むってのに。酒の苦労も使えてりゃタダで食える。皆寝静まった。動くなら今だ。あやつらはすでに自由。恐怖にとらわれておるのは己だ。助けに来たぞ。教えに従うか。私を試してんだろう。いや、思いたがうな。ここに囚われておる者を救いたいのだ。糸という女子はどこだ。さあ、見たことない。うん、他の小屋であろうな。来た、大高族が来たよ。おい、アルボ。次の番は猛虎か。俺が番を倒しておこう。その後逃げよ。
Чингарву!逃げろ。ここにおれば見つかる。いけません。妹を見つけなくては。いとか。ええ、知ってるんですか。いとも救う。二人で里に帰れ。では丘の下で待っとります。逃がしてやる。よかった。兄さんはどうなりました？すでに助けた。逃げよ。お主を待っておるぞ。他の人は欺かれてただけで殺される道理はありません。猛虎は始末しよう。全身と語らねば。二度とあってはならんことだ。命までは取らないで。良い方だったんです。大高族が息に来るまでは。
全身寺の中だろう。Neguem harcim. これほど尽くしたのだ。殺さないでくれ。見誤るな。大鷹はここにはおらん。だが大鷹の毒は俺も食らった。それゆえ幻が見える。その度己の弱さを深く知るが、決して潰れはしない。お主もそうだ。何が見える？叫ぶわらべ。侍に村を焼かれ、空手のわしに食い物を買う。なだめようとするか、泣き止まず、もう耐えきれぬのだ。耐え抜くのだ、今宵だけは。鷹の声か。弱くなった。わしはこれまで罪なき者らに何を語った？何をしてかした？苦鬱であった。信者に全て打ち明けよ。大鷹族は恐怖で我らを操り、下人にすべく企んだと。急に服するため務めよう。その後寺を離れる。大鷹の声が消えるまでは。いつか安らげるとよいな。痛み入る。いかような過去があるか存ぜぬが、そなたは勝てよ。お前の企みは分かってるんだよ、この畜生め。ああ、うるさい。だからあんたを海の底に沈めたのさ。
私が先にあの人に会ったんだよ。仲間を連れ戻す。人を守りたいならせめて鎧は整えなきゃね。私の脇目も取らずに逃げときゃよかったんだ。独り言の後に泣き出すし、あれ以上耐えられなかった。だから家を出たの。あんたの夫は前から幻を見てた？いや、見てない。すべて大鷹の毒のせい。いつかみんなあんな風にされるの。そう思わせるのが狙いさ。恐怖で支配するつもりなんだ。弓は休ませておくと弱くなるよ。いろいろと揃えてますよ。